こんばんは、癒しの時間のルミです。皆さんお元気ですか？今元気くんとお散歩来てます。見てください、この夕日。わかりますか？めちゃめちゃ綺麗です。季節がね、巡ってるのと、まあ夕日は毎日違うんで、こうね、いろいろありますけど、外に出ないとわかんないですよね。今年はコロナでお出かけできなかったり、あとは梅雨が長かったので、ちょっと自律神経が乱れてしまっているお客様が多いので、その方たちに向けて今動画を、今日のね動画はそういう感じの方に見てもらえればなと思ってます。で、梅雨が長いっていうのはやっぱ気圧の変化がすごくて、本当ね、7月いっぱいいっぱい梅雨でしたもんね。ですので自律神経乱れちゃって、まあ大きなもので言うと眠りが悪くなっちゃったり、寝れるんだけど睡眠の質が悪くなっちゃったりで、そういう風になると疲れやすくなったり、あと血行も悪くなるので、肩こりがひどくなっちゃったりとか、もっとすると耳鳴りがしたりとか、まあ、体調悪いなっていう感じが続いちゃうと思います。で、自律神経を整えるのには、じゃあ寝ればいいじゃんって思うけど、寝れないからなかなか整っていかないんですよね。で、自律神経を乱すのには、まあ、そういうさっき言ったような梅雨が長かったりした自然的なものもあるんですけど、やっぱそれを受けてストレスっていうのもすごく大きくあって、やっぱストレスをね、受けないっていうのはなかなか難しいので、ストレスに強い体を作っていくっていうのが大事なとこなんですけど、またそれが難しかったりします。ね、じゃあストレスに強い体って、どうやって作っていくんだろうっていうところなんですけど、やっぱ気分転換をするっていうのがいいですね。なんかストレス発散するとか言うじゃないですか。で、例えば私だったら海行きたいとかあるんですけど、ストレスを感じた時に、例えばですよ、海に行ったとします。そしたらやっぱちょっと日頃のストレスから解放されてっていうのを味わえますよね。その味わうっていうのが大事で、でそうすると、でそれを繰り返していると、ストレスを受けた時に、例えばすぐに海に行けなくても海に行ったような気持ちになれる。でそうすると、例えばね、それが2ヶ月後でもいいので、2ヶ月後に海に行けるなって思って、その海にいる感じを思い出せると、ストレスが発散、行ってないんだけどね、発散できるようになってきたりもします。ですので、今なかなか出かけられなくて、そんなね、味わう練習なんかできないよって思うかもしれないんですけど、私は最近毎日やっぱ行けるわけじゃないので、こうやって元気くんとお散歩して、見てください、これ狭山ですよ、狭山。こんな風景があるんですよ。私こんなとこ歩いたことなくて、私結構冒険とか探検するのが好きなんで、最近ね、こうやって違う今まで通ったことのない道を歩くようにしてるんです。でそうすると、こういう夕焼けに出会えたりして、でこういうのってやっぱお金では買えないですよね。で私は例えばこうやって空見ると、あ、これが海行った時ね、見上げる空とつながってるんだなって、すごい幸せな気持ちになったりします。なんかすごくちっちゃなことでいいので、自分がどんな時にこうストレスから一瞬でもいいので解放されるのか、そういうことをちょっと考えながら過ごしてみてください。でストレス発散できると、そこで深呼吸したりして、だんだん自律神経が整ってきて眠れるようになるから、もっと自律神経が整ってくるっていう悪循環をね、いい循環に変えれるように少しでも努力していただきたいなと思います。で忙しくてこんな時間もないよっていう方もいらっしゃると思うので、例えば仕事の帰りね、遅くなっちゃっても、こうやって空見上げるだけでいいと思うんですよ。月が出てるかもしれないし、星が出てるかもしれない。
で毎日同じ日がないからなんか安定して同じことがある毎日って安心かもしれないけれど、本当に厳密に言うと同じ日って一日もないから、思いもよらないことが起こったとしても、それも言い方を考えたり考え方を変えればいつも違うのが普通だから違っていいんだなっていうふうに気づけると、こう通常と違うストレスっていうのもなくなるし、だんだんこう何かがあった時につながれる何か、私だったら空とか、空見て海とか、まあこういう自然だったりとか、まああとは元気くんだったりとか、皆さんお子さんいらっしゃる方はわかると思うんですけど、昼間嫌なことがあった時に子供の笑顔を見るとちょっと癒されたりとかね、実際は会ってないんだけれどそういう気持ちになれたりすることがあります。ほんの小さなことでいいので何かストレス発散できるようなことを見つけてみてください。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。またです。